はいそれでは今日も読書レビューを行っていきますこのチャンネルでは私が一日一冊本を読んでその内容をご紹介していますで普段読む本のジャンルはビジネス書が多いんですけれどもその他のジャンルについても動画の説明欄に再生リストへのリンクが貼ってありますのでよろしければご覧くださいで今日ご紹介する本はこちらの失敗をお金に変える技術というタイトルの本になります で、えーまあ、この著者の稲村哲也さんという方がですね、えーまあ、経験された内容をもとに、まあ、どういった、まあ、あの大失敗をしてきたか、またそれをお金に変えてきたかという内容が書かれていますで。例えば帯に書いてありますけれども、ホームレスから年収数十億円の社長、億単位の借金から世界一流の、えー、世界の一流講師人とビジネスパートナーと、まあ、そういった経歴をお持ちの方ということです。でまあああのの内容としてはは失敗はチャンス であるとで失敗はお金に変わりますということが書かれていますで将、えー、立てとしては、えー、0章から6章までだったかな、えー、書かれていますでまあ基本的に前半部で、えー、まあ著者の失敗が書かれていてその次になぜその失敗がお金に変わるのかでそれを 達成するためのスキルの関係が書かれていると。で、後半はですね、偉人、エジソンであったりとか、そういった偉人がどういうふうに実際に著者が主張するようなことを実施してきたかというところから、最後はそういった体質になっていくために、習慣作りですね、絵を描いているという内容でした。で、えー、とちょっと率直に感想を申し上げるとですね、 えー、ちょっとこう著者以外の方に、えー、後半に適用できる何かうんこう重要な 要素が書かれていいるというよりはですねまあ、著者がどういうふうに成功してきたか著者がどういう言葉を、えー、まよ、あ、りどころとして行動してきたかまあ、そういった内容が多かったかなというふうに思いましたで、えー、と個人的にはですねもう少しそのまあ、一般化されたというか、えー、考え方を期待して購入した本だったんですけれども、まあ、どちらかというとそういった内容でしたで、えー、とまあ、著者がですね最初の方にも言いましたけれどもまあ、結構あの極端な経験をしているとまあ、ホームレスになったりとかですね、えー されているとそのこれだけ失敗したのにこんなに成功しているっていう話が書かれてはいるんですけれどもなかなか逆に言うとそ,のそんななに大きな失敗すするとといいううことは日常生活でで難しいと思うんですよねで失敗をするっていうことはあの著者が言うように、えー、ピンチはチャンスであるとチャンスはお金に変わるんだっていうのはよく分かるんですけれどもやっぱ失ったものが大きければ大きいほど人っていうのはそのリスクを取れるようになるのであの大きな失敗をしたからこそできた成功だったのか なというふうに思いますのでそういった意味ではあのまあ私が期待したような一般論というよりはまあ、ちょっと個別具体的な内容だったかなというふうに思いました、えー、まあ、ただ内容としてはですねあの結構面白いストーリーに書いてありますのでまあそういったところ気になる方はぜひ読まれてみてはどうかというふうに思いますはい今日は以上になります、えー、よろしければチャンネル登録およびグッドボタンの方をぜひよろしくお願いいたします、はい、それでは